テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。スタジアム全体が雨で白く煙っています。さあ注目しましょう。今日の一戦、横浜対サガン鳥栖、 J リーグディビジョン1第33節、実況は八塚でお送りします。入場口から選手たちがピッチに姿を現しました。横浜フォーメーションです。返します、サガン。これが予想されるフォーメーションです。ディフェンス防ぎました。前園、ボールをキープします。なんとか防ぎました。小口、ここはボールをカットします。津波、どう組み立てるか。長いボール、さてどうだ。おばた、ダーッときた。ゴール、横浜追加点決まりました。ではリプレイを見てみましょう。おばた、このシュートは素晴らしい。さあ試合再開です。パスをつないでいきます。自分で持っていきます。サガン、これがチャンスになってどうか。津波、ナイスカット、うまく守りました。大畑、左に叩きます。ここからどうか。抜いた。これは笛。今のプレイヤーも小林、この位置から果たして狙ってくるのか。直接狙った。ゴールマウスを捉えきれませんでした。リプレイです。小林、これを決められなかったのは悔しい。ゴールキックで再開です。このボールを右、小林、これがチャンスになってどうか。
めてきました。それではもう一度見てみましょう。小林うまくフィニッシュまで持っていきましたね。さあ試合再開です。横浜大量リードを奪っています。今キックオフしました。磯崎、金井、キムミノ、素晴らしいテクニック。松葉、ここは止めました。横浜どう持っていくか。前園、横浜パスを送ります。これは面白い。小林、来た、ゴールを奪いました。今のプレーをもう一度。小林うまくフィニッシュまで持っていきました。横浜なんと3人同時に交代です。さあ試合再開です。右に旗木、末吉、パスを送ります。ここは右へ3番、このパスはオフサイド、フリーキックです。遠藤ボールをキープします。ここはディフェンダーが勝ちました。パスを送ります。よそんで、サガン、横浜大量得点でこのゲームを制しています。さあ今日の試合どういった展開になるんでしょうか。横浜対マドリード FC ワールドクラブチャンピオンシップ決勝戦、実況八塚博士でお送りします。選手入場です。横浜、これが予想されるフォーメーションです。これに対しますマドリード FC 予想フォーメーションです。スナビ、今日の試合当然この人に注目が集まります。
スチアーノ・ロナウド、絶好の位置です。直接狙った、ボールは、それではリプレイを見てみましょう。ゴールキックで試合再開です。ハジリ、なんとかボールをキープ。ハジリ、右へ大きく出しました。横浜、右から崩します。ニヤに上げた、モドリッチ、ここからどうしますか。マドリード FC、 パスをつないでいきます。なんとかボールをキープ。小岩、ではリプレイを見る。ここはディフェンダーが止めました。つながるか、どうでしょう、これシュート、チャンスを逃さずしっかりと決めましたね。さあ試合再開です。マドリード FC、 ここは右へ、エッシェン、ボールを回していきます。うまくボールをキープ。マドリード FC、 これはチャンスになりました。マドリード FC、 右へ、どう持っていきますか。横浜、右に叩きます。横浜、左にパスを出します。さてどうだ、ゴール、中山、勝ち越しのゴールです。しっかりとチャンスをものにしてきました。ではリプレイを見てみましょう。中山、見事な個人技で圧倒しました。小沼、ここで投入です。今里、さあ試合再開です。リカルド・カルバーリ、ここは左へ、綺麗なワンツー、ここはディフェンダーが止めました。ここでホイッスルです。横浜、今優勝が決定しました。チームメイトが一つになって喜びを分かち合っています。誇らしげに優勝カップを掲げます。サポーターとともにこの喜びの瞬間を分かち合います。本日は横浜優勝を決めた試合をお送りしました。それでは皆さん、またお会いしましょう。
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。夜空の雲にスタジアムの照明が映っています。さあ今日の試合どういった展開になるんでしょうか。横浜対鹿島アントラーズニューイヤーカップ決勝戦、実況八塚博史でお送りします。選手たちがピッチの上に姿を現しました。横浜予想フォーメーションです。対しますアントラーズ、これが予想されるフォーメーションです。スナビ、守備力に定評がある非常に献身的なミッドフィルダーです。戸口、素晴らしいテクニック、面白い、どうでしょうこれ。このシュートは外れました。リプレイが出ます。北山、少し狙いすぎました。ゴールキックで再開です。うまくコントロールができない。ゴールキックで再開です。サロンボール、ディフェンス頑張ります。素晴らしい反応、小林、自分で持っていきます。さあロングボール、西、小畑、アントラーズ、ここからどうするか。アントラーズ、これはチャンスになりました。面白い、決めてきました。均衡を破ったのはアントラーズ。それではもう一度見てみましょう。ジュリーニ、うまくフィニッシュまで持っていきました。キックオフで再び試合が始まります。横浜、小林、なんとかボールをキープ。これはどうだ。そば、横浜、円、ダイレクト、決まった。
点に追いつきました。今のプレーをもう一度、小口うまくフィニッシュまで持っていきました。キックオフで再び試合が始まります。西、左へ。ここからどうしますか。素晴らしいテクニック。右にパスを出します。本山、ドリブルで突き進む。本山、畑中、いや素晴らしい反応。小林、ボールを回します。竹は左に畑中、スルーパス、シュート、決めてきました。横浜、ここで勝ち越しに成功です。2対1。今のプレーをもう一度。中山、うまくフィニッシュまで持っていきました。アントラーズ、ここでメンバーを大きく変えてきました。キックオフで再び試合が始まります。アントラーズ、左から崩します。さあ組み立てます。右に旗、4番うまく止めました。横浜、見事に優勝を成し遂げました。画面からも選手たちの喜びが十二分に伝わってきます。優勝カップを高々と掲げます。サポーターとともにこの喜びの瞬間を分かち合います。本日は横浜優勝の模様をお送りしました。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。Thank you.